一番の東京の魅力はそのノイズですよ。その自然を出し抜いたりしないと、自然の中で黙ってると溶け込んでて、そこに人間いるのかいないのかわからない、それが日本人の本当の生き方だっていうことはずっと持ち続けたと思います。